パールズの共同キャプテンを務める斉藤選手は、ワールドカップに2大会連続で出場するなど、日本の女子ラグビー界を牽引するプレイヤーの一人です。今日はパールズの中岡昭彦代表理事と斉藤久志ゼネラルマネージャーとともに四日市市役所を訪れ、 ニュージーランドの女子プロリーグ最高峰、スーパーラグビーにアジアの選手で初めて参戦することを森市長に報告しました。斉藤選手が加入するチーフスマナマは、4つあるチームの中でもトップチームで、2つある外国人枠に選ばれたものです。斉藤選手は来月ニュージーランドのチームに合流し、4月中旬までの間に 6試合に出場すす。る予定とということですしっかり日本の代表として誇りを持って、あのニュージーランドのトップクラスのチームでたくさん学んで、成長して帰ってきたいと思います。